62番目。今日68人か7人か、そのぐらいだと。あんま今日はドキドキしてないんだよね。一番引いたら絆打たなきゃいけないっていうこと以外は。しか。せーの。え？いやー、1番どころか、ケツから1番でしたね。結局、90人ぐらいいるじゃん。いやー、今日ねー。あ、やっぱほら埋まってるよ。ここ。そろそろですもんね。花火の右にが取れなかったらバラエティーかな。あれ、ワンチャン、あれ、いけるんじゃないの。すげえいけましたね。意外だったね。今日はもうほぼ鉄だと思ったんだけどな。まあみんな AT 機とバラエティーに集まってるのかな。バラエティーも結構人いたんで、ちょっと今日は広瀬君案で、あのピンポイントの身辺を狙うかなんてですね。花火も右にピンポイントで取れなかったらそうしようかなって思ってたんですよ。だから取れないと思ってたからさ。まあでもなんか思いのほか番号が悪かったことが響かなかったということで、素直に従っておくのがいいのかな。はいはい、おはようございます。わさびでございます。さあ今回もわさびどうも、ベルさんの方に来ております。いやー、前回の見ていただけましたでしょうかね。私のこの手からスルリと逃げ落ちたドンツーの6。信じらんないんだけど、ものすごいベル悪くて、ものすごいレギュラー当たんないし、花火だけちょっと蝶々出てたかなと思ったら、いやあれ続けらんないでしょ。あのあと隣の台は動いて、まあ1000枚だかプラスになってて、で置き時はね、確かにちょっと挙動が良さそうだったから、いやまさかと思ったけど、ようやく掴んだね、高設定をあんな形で終わらせてしまったというのがですね、残念で仕方ない。しかも残念だったのは、前回ね、抽選4番でしたっけ、めちゃくちゃ早くて待っていたのは死でしたよ。またちょだま減らして、今日もまたすごい、なんだろうな、もうマイナスに怯えながら打つことになるわけですけれども、今日はね70人ぐらいかな、で飛び込みで90人ぐらいなのかな、いたんですけども、抽選が66番と非常に悪い番号でございました。まだもっと後ろがいたんで、抽選券がだいぶいっぱい入ってたと思うんであれだったんですけど、66番で、入場で、今日の作戦として、僕もここに来る前に広瀬君とね、あの車で話してたんですけど、広瀬君はどうしても今日ここに入るんじゃないかっていう台があると、もう絶対ある入るんだっていうのを聞いてですね、それ何なのって聞いたら、身辺だっていうわけですよ。でもね、身辺の隣が、ハーデスで、その隣にディスクで、あの辺は前回やってるんですよね。だから、でも身辺確かに引っかかってなかったけど、なんで身辺なのって言ったら、ピンポイントで入るんじゃないかと、1台でね。まあね、言われてみたら僕が打った形跡もあるし、もうさ、このわさび道ってさ、僕が道を作ってるよね。だから僕が道を探すんではなく、僕が道を作ってる。だから僕がこう歩いてたところが、何回か1回か2回後に道になるっていう。なんでそのピンポイントでね、身辺を取ろうじゃないかというような話もちょっとあったんです。で、まあ一応作戦として考えてたのが、番号が早かった場合は、僕が狙っていた前回の花火ですね、あのこけた場所、あそこら辺を、今日さすがに花火は作ると思うんですよ。でどういう形で作るか分からないにしても、だからまあ右から2番目は取れたらそこを狙うと。で、まあ、番号悪かったんで一応取れないだろうなと思いつつ行ったら、たまたま空いてたんで花火を取りましたけど、番号が悪かったら身辺の方に戻って、身辺を打つっていう作戦で行こうかと思ったんです。でも僕がいくら考えて、いくらここなんじゃないかって言っても、大体すかされてその次の回とかになるから、もう人の意見を聞こうじゃないかと。結局取れちゃったんで、まずは新花火からやっていきたいなと思っております。まあどこになるか分かりませんけれども、今日も必死に探していきたいと思います。そろそろちょだま2000枚ぐらい載せないとね、頑張ります。じゃあね、新花火、前回打ったとこと同じ場所でございます。まあリベンジもありますし、なんとくしくもですね、右に座ってる方も前回と同じ方でございます。右に座ってる方はね、前回線がはまってましたんでね、まあお互いリベンジということで頑張りましょうか。今日はね、新花硬いんじゃないかと思うんだけどね、なんて言ってると、僕が思ったことは大体間違ってるんでね。
新花は僕あのベルズさんではまだ前回打ったあれぐらいしかろくに打ててないので、まあそういう意味でもねちょっと長く打てればななんて思ったりもするんですけど、とりあえずチョダマ874枚スタートでございます。で今、カメラのねセッティング等々してる間に右の台がビッグ1回、左の台はレギュラー2回引いてます。いいじゃないですか、いいですよ。やっぱこうみんなでねいい挙動しなきゃ意味がないですから。ほんと別にあれなんですよ、ねこんだけベルズさんと苦戦してますから、いい台積もったらねたまにはちょっとくらい長く打ったっていいんですよ。全然今日も車だし、あとで結果送信しとかユニメも送っときゃ問題ないもんね。うん、そんぐらいの気概があるのに当たった。43ゲームお7ビッグ、僕も早かった、2プッシュですね。さあ数っぽいのか偶数っぽいのか、アルティジャン外れは出るのか。まあビッグ引かなきゃ始まらないって前回もだいぶ苦戦しましたけど、前回結構ハマったもんね、確かね600、700ぐらい。バーサスは空き台もあるな、まあ、やっぱみんな AT 寄りですよね。このアサビドノーマル専門の僕がなんだろうね来てるからといって決してこうお客さんノーマルに固まることなく、動いてますから、最初は固まってたんですけどね、やっぱねそういうこう期待感を持っていただけたのかどうかで。ただ前回新花来た時に多分奇数挙動だったんで、もう2か6しかないってことはないんじゃないかなと思っております。だから奇数挙動になっても内容が良ければ追いたいかなとは思ってはいますけどね。お、4回、やる気にさせてくれる内容にはなってくれましたね。20分ゲームで4回ですね。右の台もビッグ当たったし、左はレギュラー3回だし、今のところいいんじゃないですか。まあ1回目のビッグね、斜め1回でね、もちろんそれは基礎入りなんですけれども、もう散々打って分かりましたけど、正直1回や2回のビッグでは奇数偶数すら掘って何も分からんってイメージなんで、まあバーサスほどじゃないけどね、まあ似たようなもんか、バーサスも同じか。まあ気にせずやっていこうと思います。 RT 中の外れ4回は心強いなんて言ってて、こう線とかはまりそうですけどね、言ったら当たって7 55ゲームいいよ、ついでにサンプルも取れるのはいいよ。6回も出ました、これで偶数寄りになりましたね。まあ、いやね、前回みたいによっぽど当たんないときはいろいろと細かくと気にしたくなる気持ちになるけども、とりあえず今は当たってるんで、しのこの言わずにやろうという感じですよね。うわ斜めだだった。20ゲームレギュラーか、はい20ゲームレギュラーですね。一番左も1の2か、なかなか難しい感じになってきたな。今日の予想としてはそろそろそのみんなが集まってたあれ化け物とかやりそうな気がするしね。なんかひねってくんだったら政宗とかもやってくるんじゃないかなって気もするし、青鬼今日あたりまたやってくんじゃないかなって気もしてるんだよね。おお、おなんか左から2番目が動き始めて速攻でレギュラー引いてます。いいんじゃない今日花火、前回に比べれば明らかに挙動がいいぞ。ただこれ非常な話ですけども、これ今花火5台あるけど5台全部ってことだけはないと思うんで、どっか何台か切られちゃうんですよ。その切られちゃう可能性を極限にまで下げたいから、まあこの台が一番打ちたかったんですけどね。まさかね、でも66番で入場して空いてると思わなかった。またベルズさんが今後出る
キャッツアイだ、ピンクパンサーだ、ゲッターマウスだをどのぐらい入れてくれるかだよね。ゲッターマウスだってあれ6だと結構エクストラだっていう話よく聞くけど、ウェルズさんに入れば6出るかもしれないもんね。当たりすぎてつまんなくなる系かもしれないけどな、セレブレーションみたいに。30%? いやだよね。ラナ302ゲーム。で今ビッグ2回のでこれで斜め7回とかだっけ6、7回。あらあらあら、斜め偶数かな。斜めさあこれは26に持ち込めるかな。速攻でゲーム中のハズレはさっきゲーム中に当たっちゃったんですけど、25分の4、比率は16対4。もう5号機の花火の頃はビッグ中のハズレなんて死ぬほど見たけども、やっぱねえ、あの新花火になってからは6でしかばらけ目が出ないから、やっぱ見る機会はぐっと減りましたよね。まあもちろんね、他に5、6確定のポイントがもちろんあるからいいんだけど、ビッグ中にさらっと出る方がいいよね、やっぱ。レギュラー中のね、あの、リーチ目というか、あれは、やっぱテロって音が鳴るからさ、横コーンが。周りの目も引くしね。1回でしたね。45分の5。さあ、普通の数字ぐらいに収まってきたんで、逆に、やりがいがある感じになってきた。いやようやく入ったんだね。今日狙いに来た人は良かったね。今日ね、こういう時思うのが、今日狙いに来た人は前回と同じ狙いに来た人だといいなって思うよね。ね。頑張って、連続でやってみて、ようやく夢叶ったみたいなね。そういうことであってほしいけど。まあでもこうやって新花火打ってて思うけど、結局ね、この、わさび城の日っていうのは、どの島でも可能性がほぼあるじゃないですか。だからそうなるとやっぱり同じね、高設定を打って、まあ似たような割、全く同じはねではないからそこはまた違うけど、似たような割を打つんだったら、まあ花火みたいな七面倒くさい台よりもやっぱ打ってて楽な方、回せる方行きたいよね。だからまあ花火は埋まんないんだろうね。うん、まあ僕にとってはありがたいですけど。ただうわマジでふざけんなよ。ああ、そろってくれた。165ゲーム。ああ、いいよ。今日はサンプルが稼げる日だ。いやー、でも朝からね、並んでて思うけど、本当に顔ぶれがいつも同じ感じになってきましたね。まあ僕はね、この辺に住んでるわけじゃないから、こんなこと言うのもちょっとね、変なんですけど、まあ普段のね、通常営業から多分このベルツさんはこう打てるような台用意してくれてると思うから、この日だけじゃなくてね、普段の稼働が、ベルツ全体の稼働、普段の稼働が上がれば上がるほど、まあこの日もより強くなるからね。まあもちろんね、打ってる上で、こう特定日というかこの日に打って勝った分を通常営業を溶かしてたら全く意味ないなっていうのはわかるけどね。俺は6でもいいんじゃないかって思うぐらい、思ってしまいたくなるぐらい外れますね。全然思ってないけど。まだ。自分の台が6だと思うためには、周りの台も良くなきゃいけないんですよ。もう数え切れないぐらい外れました。65分の10。さあ、やる気はみなぎってきたよ。たまにはね、こういうことあってもいいよね。ほんと。いつも序盤、最初からヘナヘナにさせられて、前回みたいに2代目で、まあ、結果的には積もってたらしいのに、そんな時に限って何にも当たらなくて。で、まあね、こう、バチスローを打ってる人からすると、打ち続けてる、毎日打ち続けてる人からすると、そんなことは言ってられないんだろうけど、こんな、なんだ、月に2回だか3回でいいの日だけこう来て、で、まあ、ついてない展開が続いたりとか、
こんなの繰り返してたら本当に勝てないよね。うん。だからやっぱこう普段もしっかりと打てないといけないでしょうね。打てるようなお店がないといけないんでしょうね。ベルさんの普段はどうなんだろう。じゃあ今ちょっとタバコ行ってきたんで、ユニモン見たんですけど、風鈴映画ですね、なんと驚きの 14.2、 これは続行ですね。でもありのないのね、方の風鈴なんかそれはもちろんわからないんであれですけど、まあ皆さん多分ユニモンも入れて、続行されてるでしょうから、まあ僕もしばらく打つだけですな。レギュラー引かねえからコインが全く増えませんけど。でバラエティもちょろっと見てきたんですけど、やっぱいろんなところが動いてますね。最初ここのね、あのベルさんに来た当初では考えられないほどバラエティがめちゃめちゃ動くお店になったんでね。やっぱね、スロー線はバラエティですよ。バラエティが盛り上がってる方がいいんですよ。スロー線である意味ですよね。スロットどんな機種でも可能性ありますよっていうのが、やっぱこうスロー線の醍醐味だと思うんで。赤の狙い飽きたよ。でもレギュラー引かない限りやめられないんですよ、僕のルールでは。マイルールでは。あべ、あーだった、一ショートだった。レギュラーか。303ゲーム、5、6かもしれないと思って打ってるから、予告もドキドキ楽しいね。ピースです。よし、久々に普通に打てる。上がらの狙いもね、面白いんだけど、今みたいにね、ああやって当たったりすることもあるから、ずっとやってるとね、ちょっと切り替えたくなるよね。すごいな、0の6か。レギュラーいっぱい引いてる台でね、5、6確定してくれれば隣の僕もやりやすいんですけど、まあ、体感的には役に立たないけど、体感的には風鈴が悪くなってるような気がします。頑張れました。続行しますね。うわ、すっげー下がってるよ。びっくりするぐらい下がってる。 16.8、 こんな下がっちゃうの。ちょっと続行すらカメラぐらい下がったな。でも続行します。もうリスク回避はかなりできてる台だと思うんで。おお、215ゲーム、追加1プッシュですね。ナビチャレンジ中のハズレもめっちゃ良くなったくさいな。もう風鈴が引けねえんだな。こっちもすごい出る。おいおい、えぐいなこれ。風鈴はいくらあんだけ悪くてもちょっとやめにくいですね、さすがに。今んとこ悪いのは風鈴 A とレギュラーですね。 RT 中に関しては減りすぎってぐらい出るし、20ですよ。クリシ風鈴が出なくて外れだけ引くから、ただただ損してるような気分になってくるけど。うん、めちゃくちゃ減った。85分の13。何か違うものを数えてるんじゃないかと思うぐらい外れが出ますね。比率も48対13ですね。抜群、そこは抜群。あとはもうよく風鈴がよく出て回ってくれれば言うことなし。まあ、とりあえず通常時のサンプル含めて集めましょう。要は回しましょうってことですね。両脇の人もやめないし。おお、55ゲーム。お、残念。いやー、全然風鈴滑ってこねえなー。やっぱだ、あれだな、風鈴がだいぶ悪そうな。ちょっと300ゲームぐらい打っただけでコロッと変わるからね。おお、こんなの当たると思う。97ゲームあ
マジかよ。56ゲーム。レギュラー。姉妹役はなし。以上もなし。まあ、先に軽く言っておきましょうか。風鈴 A 16.1、まあ、まあ悪いですね。風鈴ガスさん 8.0、うん、花火チャレンジ中 4.0、 ゲーム中 7.6、 これ両方いいですね。で、斜めぞれが 7.6 なんで偶数より、まあ2か6かっていうところまでは持っていけてるような気もしますけれども、まあちょっとまだ分かんないですね。お、リーチ目コレクションが1個埋まってるのは嬉しい。はい、というわけでちょっと周り見ていきましょうか。バーサス左から3の1、5の4、1の3、4の8。なんとも言えないね。レギュラーは比較的引けてるんですけど、全体で見るとだいぶ引けてますけど、並んでレギュラーがついてるところはないね。いつもこのね、このぐらいの時間だと、この2台はなんかやたらすごいなみたいなのがあったりするんで、でもまあ、今1303の5の隣が270-0の1とかなんで、まあ動いてないのも実際ありますよね。その隣が400ゲームで1の2だし、まあ、UC といえばこの辺が怪しいのかもしれない。化け物語、ここも硬そうですかね。3人とも続行してます。決して手玉的には、伸びてないんですけど、まあ、ほぼほぼ間違いないんじゃないですかね。やってるっていうことが、まあ、まずってことですね。全台埋まってますよ、まだ。まあ、時間がかかる系ではあるけれども、いつもここじゃねっていうところは全部大体当たってるんで、まあ、今日も最終的にはここじゃねってなるんじゃないかなと思いますけど。で、キッサがガランとしたんですよ。一番左と一番右が打たれてる。真ん中が結構ガランとしてる。意外ですね。でもまあこれ面白いことにいけるな。この後動いたりするんで。で、窓か一番左だけ。一番左が一番右が打たれてるのか。今わかるのは、新花、僕の新花だいぶ怪しい。いいかもしれない。あと、化け物語か、化け物語のところ、まだ番長イズナはバラなのかな。あとそのバラエティ、そこ動いてるところがまあいいのかどうかわからないけど、とりあえず4台並びで動いてて、その後ろが斜め後ろ側はただだいぶこう偏ってるから、こうバラエティがある中でこっち側もありそうなんですけどね、うん、ちょっとまだ不明です。帰りには分かれていいですね。はい、引き続きやろうかなと思いますけど、花火相変わらずフル稼働なんで、まあ続行でいいんだと思います。お昼ご飯さ、ファミリー中華っていうところで麻婆焼きそば食ってきたんだけど、今までベルズさんに来た中で近所でいろいろ食べたけど一番うまかったな。やばかった、むちゃくちゃうまいな。もうそのためだけに来たいです、僕は。もうここにもうあれ食べられるならもう積もれなくてもいいような気がしてきた。とてつもなくうまかったな。ここ最近食べた食べ物で一番うまいと思った。ぜひ食べてない方、いや、この辺の方だったらみんな食べたことあるだから、なんか有名みたいなんで。さあ、戻ってきたら風鈴が出るようになったぞ。もうこれは結構な確率あるんじゃないのか。ああ。214ゲーム。もう一回鳴らないかな。あった、あらら、鳴りすぎよ。あ、間違えた、一枚取り忘れし。なんだっけ、一枚役なんだったっけ。あってた、あ、出たよ、2以上。さすがにこんだけパンクさせられりゃ出るか。ね、2以上あればね。さあ、まあ無事2以上は出てくれました。まあもうそれは、ね、ほぼほぼ分かったことなんで。お、当たったね。134ゲーム。
26ゲーム。さあ、ドンビックだといいな。ドンビックっぽいですよ。違う。レギュラーじゃねえかよ。26ゲーム。曲は来たかったのにな。なんかすっごい無難に当たってる感じですね、僕の代ね。1800で76だもんね。ほんと無難だな。クリップだ。よし、ようやく泥箱だ。大丈夫そうかね、今日は。すごい出目出るね。アルティチュー7ビッグじゃねえんだよな。132分の17、比率72対17、バッチリですね。まあこれはもう時間いっぱいまではこの台打ち切りでいいと思います。あとは、まあ、答えがどんな風に出てくるかですよね。まあ今まで花火がねピンで入ってるみたいな、バーサスは台数が少ないからあるんですけど、ピンで入ってることは少ないので、まあ高確率あるんじゃないかなと思ってます。で、まあそれと同時に、まあ、左に4台なのかな、おそらくが当たりなのかな。さあ、あとはバラケメ出てくれ。当たった。ドンちゃん316ゲーム。こっちはないんだよな。9ゲームチェリチョ。まあ当たってくれてコインは増えているんだが、左の台はともかく2つ左、そのまた向こう側ちょっと若干なんか弱いんだよね。右ももちろんだけど、なんかやっぱいびつで入ってんのかな、いつものバーサスみたいに。まだ未だに分かんないっていうのはすごいよな。で、多分なんだけど、この島がこう並びで入ってる島だと周りの人は思ってないっぽいよね。まあ前回がなんかすごくあのダメな台1っぽかったんで、それがまた前までみたいに2に戻っただけの可能性もなんかちょっとやっぱ否定しきれないよね。僕のも外れ出てこなくなったし、まあ、2以上は出たけどね、そりゃ出るよね。だからもうゴリゴリ力数になってたから分かってたことで、風鈴は良くなってるよ。 14.1 になってる。ただね、今も言ったけどゲーム中のハズレは悪くなっちゃって、もう 9.7。 僕とその隣ぐらいしか見た目は良くないんだよね。107ゲーム。普段ならもう間もなく終了なんですけど、よし、じゃあ今日はこいつが2か6か分かるまで僕打っときますから。僕一人で車で来たんで、でそのまま茶玉増やせれば増やすし、レギュラーでミスったらそこで帰ります。676、272で判断してから帰りますよ。じゃあすごいな、隣18回目のレギュラー。もう出たね、五六角出たね、左。なるほどね。今それを見て誰か座ってきたんだと思ったらおじいちゃんだった。
うん、いいよ。いやだから僕もそんな風に見えるんだけど、そんなことあっていいのかなっていう気がするんだよ。今までその例はないんですよ。いやまあね、右の人もすごい頑張ってんだけどな。奥のもせめてね、今のレギュラー中のみたいに5、6ぐらいは出てくれればな。1台しかないパターン、まあ一応あと2台あるパターン、いろんなことが考えられるのかもしれない。ああ、当たってたらさっきの。さっきのリーチ目じゃなかったんですけどね。レギュラー。176件。そうだね。18ゲーム。ほらレギュラーばっかなってる。ちょっとレギュラー連チャンするだけレギュラー確率良くなっちゃうね。でもさ、僕のも見た目はいいんだけどさ、2台2台とかよくわかんなくない？おう、11ゲーム。おお、出た。出たよ。確定しましたよ。そうですか。じゃあ、この2台は確定したよ。じゃあ、やっぱ4台並んでるってことでいいんですかね。いやー、ようやくですよ。ようやくちゃんと当たってくれて、ちゃんと積もってくれて、ちゃんと、ねえ、まあ、ちゃんと積もってくれて、ちゃんと当たってくれたよ。うん、じゃあ、見回り行こうか。はい、では私の花火とその左の花火はゴロ確定しました。一番右の台は確率悪いんだけどすごい頑張ってます。で、この隣はビッグ引けてるんだけど、レギュラーが3回しか引けてなくて2100で11の3。で、今やめてったけど3800で15の9、600円もハマってやめました。並びで入ってるとすると可能性は全然あるんだけど、でもなんか僕ら確定した人たち以外が元気がないというか微妙なんですよね。だからひょっとしたら2台しかないとかもあるのかなとか思いつつ、 VS10 の3、13の6が空き台、9の8、10の14、10の14の人はずっと頑張ってる。でもちょい受けぐらい。あ、ここ空いてる。あれ、今日2台並び、だから花火も2台並びってこと。ここの絵は2台動いてますよ。しかも分かってそうな人たち動いてますね。2台並びなの今日。どういうことなの。ここ絆北斗、この北斗の方も朝からずっと打ってますからね。獣っちがなんだっけ、獣フレンズがすげえ当たってる。1500枚で設定3以上が確定した。ハーデスでしょ、ハーデスは500枚で、隣の G1 が完走していっぱい出て2台並びだね今日ね。あ、なんかそうっぽいよね。2台並びがいつもより箇所が多いんじゃないの。でも多分見えてないとこもあるんだろうから2台ってなっちゃうと、まあまだ今の段階でも怪しいとかそういうレベルの段階だから、まあいまいちちょっと分かんなかったりするけれども、まあ今回はそんな感じなのかな。はい、というわけで実践の方を、一旦終了という形になりました。コイン流してないんですけども1500枚弱はプラスなのかなといったところで、今現在ですね、午後4時を迎えました。僕の台が最後の最後、最後の最後、今引いたばっかりのレギュラーで、5、6が確定しまして、その10分前に左が5、6確定しまして、2台確定したと。でまあ4台並び3台並びをね期待してる中で打ってたので、うん、これどういう並びになってんのかなって、この2台しか全然強くないしななんていう感じで、思っていたところで、最後見せ回りの方をしてみたらですね、まあ化け物語も3台全部なのかと思えば、やっぱ一番へこんでた台は秋台になり誰もやってない2台並び、そして絆一番右角、その隣の
北斗、ですね、こちらも2台並びっぽい。なんかね、こう見てますと今日は3台4台ではなく2台並びがいつもより多い箇所にあるんじゃないかというような現段階での仮説で終わりそうな感じになっております。もちろん、番長とかねフル稼働今してますけれども、良さそうなところはがっつり入ってるし、バラエティーコーナーも、G1 ダービークラブが、まあ、前僕も打ちましたけどね、あれとその隣のハーデス、ここはもう渡りっぽいで、まあ、ちょっと機種的に分かりにくいんですけど、寝台で入った獣フレンズバラエティですね、1台のところの周りのマッピー花火、その隣の海、この辺りはちょっと長めの列にも見えるんですけど、そして、並びが3台4台ではなく2台とかで、たくさんの場所に散りばめられる可能性があるということ、ここら辺がですね、今までやってきた 5,6 回の中では、一番の大きな変化だったんじゃないかなと思いますし、これからはそういうことも踏まえて打っていかないと、5,6 確定してる台の両方隣、必ず片方当たりだろうって思っても、あ、いや両方とも当たりかもしれないよって思っても片方しか当たりじゃないなんていう可能性も十分見えてきましたので、まあいい風に捉えるか悪い風に捉えるかは、打ち手の方次第だと思いますけれども、まあ箇所がその分増えてると思いますからね、そう考えるといろんな機種が打てるっていう風に考える方もいれば、ちょっと分かりにくくなったなって考える方もいらっしゃるかもしれません。どっちに捉えられるか分かりませんが、まあこれは一個大きな変化だったんじゃないかなと。まあこんだけ言ってますけど、結果見てみたら全然違えて、やっぱ3台だったみたいなのあるかもしれないんで、まあこのぐらいにしときますけど、まあとりあえずですね、今回はまあもう当初より期待していた、前回と同じ台を打って、挙動もよく投手も少なく当たってくれて、まあ、申し分ない結果になることができました。で次回ですよ、次回が雨ザーザー降ってきての日ですから、ブルーさんね、すごいお客さんいっぱい来るんじゃないかなと予想してます、予想は100人超えです。なのでもうここで、いい結果、もちろんねそのお店全体のいい結果の方ですよを出していただければ、またさらなるね、躍進が見込めるんじゃないかなと思いますんで、私の方も楽しみしてますし、いつも以上のわさび道がたくさんあることをですね、楽しみしておりますので、ぜひ雨ざわざ降ってきての日は皆さんも朝からお並びいただければなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあそうだね、花火あとちょろっと打って、隣の人にちょっと話聞いてみようかなと思って、なので結果の方は後ほどこちらの方に出ると思います。こんな感じになりました。というわけで次回も頑張っていきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いいたします。それでは長時間のご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。